先生、お久しぶりです。どうも、お邪魔しております。はい、今日はですね、ちょっとご報告に、上がらせていただきました。前回、川田の方に来ていただいて、収録させてもらった、あの日本人というね、テーマ、日本という国のテーマとちょっと被るんですけども、今回そのコロナの、社会的な影響の中でですね、私もついに、オンラインで自分の考え方、でそういったものを伝えてみようかなと。なるほど。もうそれ今まではですね、やっぱりその面と向かって肌と肌で、あの人肌のを感じながらやらないといけないと思っていた人間ではあったんですけども、そういうその今回のコロナのような状態で、なんていうんですかね、ソーシャルディスタンス、それをどこまで僕らが考えていいのか分かんないんですけども、社会的にこれだけそのソーシャルディスタンスっていう中で、なんかじゃあ、それを、不幸中の幸いとしてですね、やってみたらどうかと、考えて、なるほど、ネットで授業をやってみようかっていうことを考えたんですね。なんか今までも、なんとかいうんでやってたじゃないですか。当地に来てくださった方々が、その二次的に勉強するということではやってる。ああ、なるほど、ただその初めての方を最初からそのこういうオンラインでやるっていうことは、自分が逆に拒否していたようなところがあって、そういう迷いもあって、ちょっと武田先生にお伺いを立ててみようかなと言いながら挨拶も兼ねてということで、前々から申し上げてる通り、その、一応日本人として生まれてですね、若い頃に海外を一人で旅するっていうことを重ねまして、ようやく日本の良さが分かってきた、後発的に分かってきたっていうか、気づいてきたっていう流れの中で、私のなり合いが今こういう、姿勢というですね、体から入ったんですけども、こういう仕事をもう25年間、前回にも武田先生に来ていただいて講演していただきましたけども、25年間やってるうちに、革新的にやはり体と心は切り離せないんだって、ですからその、今僕がやっている仕事っていうのは主に、病気の改善っていうところが、ウエイトを占めてはいるんですけど、今後そのオンラインにおいて、主にそのもちろん病気の改善はありますけども、その心と体の兼ね合いっていうことをですね、もっともっと伝えていきたいと、そういうこともあって、オンラインだと時間も場所もそんなに制限されないんで、ひょっとしたら、このコロナを機にいい方向に向かうのかもしれないと、勝手に思ってるわけですよ。でも一応高田先生に、その意見を聞いてみます。今お伺いすると、心と体が関係があるなんてのは当たり前のことで。そうですよね。心っていうのは体の一部でもあるし、だからどういうことを今思っておられるんですか、心と体っていうのは。例えばですね、私たちがこう歩くということに関してですね、以前にも先生とお話ししたことありましたけども、今の僕らは男ですけども、ベルトをしてるんですよ。でベルトの位置ってのは大体へその上にあるんですね。ところが昔の日本人はへその下に、ベルトじゃなくって帯というものを巻いてたんです。それともう一つ思い出していただきたいのが、リュックっていうのがあるんですよね。リュックはこうかけます。ところが昔はですね、タスキっていうんです。そうですね。つまりこう斜め掛けにするんですけど、実は何が違うかというと、リュックの場合は肩にかかるんですけど、たすき掛けの場合は、肩甲骨を八の字で分けるようにして掛けるんですよ。でこれっていうのはものすごく大きな違いで、帯にしてもベルトにしても、人間っていうのは人間というのはっていうか、日本人の言葉として体の中に2つの帯を持ってるんですよね。それが近代医学でいうと上肢体という帯、上肢っていうのは腕の四肢の帯、月平に支えるとか言ってね、
で、あと下肢体、下肢のそれが 今でいう骨盤なんですよ、で実は日本人はあの結果論的になりますけども、近代医学でいう2つの帯を使いこなしてたんですよ、日常生活の中で、ところが今こういうその洋服になって、ベルトを巻いて、リュックを担って、まあ、どこにも帯っていうものがないと、体の身体感覚としてですね、まあ、それはいいんですけど、心と体だから、あまり遠くから始めないで、心と体として、片山さんが話したいことは何なんですか。今のやつは体ですよ、ね、その帯を使うと楽なんですよ、まず、楽、体がね、気持ちいい、気持ちが、で疲れない、はい、だけどもその現代的な身体感覚で体を使ってしまうと、まあ、帯を使うのに比べるとものすごく疲れが早いし壊れやすい、だからそういったことを、何が壊れやすいんですか、体も心も、いや今ちょっと皆さんがね、聞いてる皆さんがちょっと疑問に思うと思うのはね、今のは全部体の、普通には体の話なんですよ、なるほど、心はどこにある、どう言ったらいいですかね、例えばじゃあ、痒い時、心が落ち着いていられないんですよね、あるいは誰かからコツンと叩かれた時、ついついイライラ起こってしまうと、でこれだけ明確なのに、心と体の相関性を普段は感じないまま切り離して、いろんな論議されてるじゃないですか、イライラするとか、つまりイライラするのは心の問題であり、それから疲れるのは体の問題であるというふうに分けて考えるけど、実は助けがけをすると、心が落ち着くと、まあその直接そう断言することはちょっとできないかもしれないけど、決して切り離すことはできない、だから例えばお母さん方が助けがけをして、まあもちろんこれこう袖が濡れないっていう意味もありますけども、助けがけをして昔こう洗濯とか、いろんな作業をやったわけですよね、その中でまず助けをかけるところからですかね、そうですね、こうやって主婦は口に一部紐の端をやって、今もそういう風景見ませんけど、そうやってやることによって体がこう機能的に動くようになる、行動として、そうすると心が、乱れにくい、なるほど、はい、なるほど、ということを考えることも、相関してるっていうことに気づくことさえもないまま、今400万人を超えたんですかね、日本の精神疾患者数が、うつ病だけで大体 6% と言われてますからね、6% って方は1億人だとして600万人ですからね、まあ、そういう桁になってきたということですね、だから高田先生がよく虎ノ門とか本当の話でおっしゃってるその日本に戻れみたいなね、で私はそこにもういつもお聞きしてて、じゃあ自分でそれがどう関われるのかって考えた時に、やはりその体と心の相関性の具体的な話、そうすると、この番組では片山さんがこういう体の動きをしたらいいですよと、例えばいいとか、それは悪いとか、いろんな理屈とか言うと、それはあたかも体のことを言ってるようで、それを実施してると、精神的な乱れはなくなる、イライラもなくなる、夫婦喧嘩もなくなると、こうなるということですか。今回のはまず順番が逆かもしれないんですけど、私は指導者を育てたいって考えた、なるほど、それに関する、あだから一般の方々にお伝えする話をこれまでさせていただいてきたんですけど、今回のオンラインの授業は完全に専門職の方、専門職の方を育てたい、今片山さんがやってるね、まあ、道場は佐世保にあるけど、各地に指導者がいるじゃないですか、あなたは弟子の指導者ね、そういう弟子の指導者を養成するような第一歩をやりたいってことですか。そうですね、ああなるほどね、それをオンラインで、今までは自分自身が嫌ってたんですよ、それはさっきね、面と向かってやらないっていうこと自体が、まあ僕の考えによるとね、まあ大きく分けて大陸、中国から中東ヨーロッパという大陸と、
はい、それからまあ島国、はい、インドネシアとか日本とか、まあ、インドもですね、はい、砂漠とかそれからヒマラヤの影響でちょっと隔離されたところなんですが、そういうところの2つ文化圏があってですね、はい、それでやっぱりあの海が周りにあると自然が非常に人間に優しいんですね、はい、あの砂漠のところだとか、うん、それじゃなくて、はい、投資するとか、はいはい、だからその日本人はまあ非常にこの昔はですよ、はい、昔日本が古事記だとかそういうところを作った時の日本っていうのは、はい、極めてこういいんですよ、あの、うん、自然が。前回本当の話の時に、はい、あの出ましたよね、話題が、はい、その、はい、北半球で温帯で唯一の島国であると、うん、それであの日本は自然を敵と見なかったんです、日本人だけが、はいはい、ほぼ世界で日本人だけが自然は敵ではない、はい、で自然の中で我々生きると、うん、はい、だからまあ今のお話はどういうことですかね、例えば、うん、人間ってのは太陽とか星の中に、うんうん、はい、海があり陸があり、うん、はい、そこの中に草があり、うん、狐がいて、うん、そして人間がいて、うん、食べ物があって、うん、夜があってっていう、うん、そういう中にあるわけじゃないですか、はい、だからまあ今あの片山さんは、うん、体と心に関係があると言われましたけども、うんうん、もう少し包括的に見ると、はい、自然とかそういうことですよ、食べ物とか、うん、運動とか体とか、はい、その中に心があると、心も体も、まあ、だからその日本という環境風土の中に私たち日本人のその身体技法と心遣いがおのずと育ってきた、はい、でもそれは今現代的にあの明治維新以降っていうか、さっきの大東亜戦争後、大量に違う環境場で作られたものが持ち込まれた、はいはい、 そうですね、そこに違和感を感じないままに新しいと思って僕らは喜んで引き受けたんだけど、実はそんな人間って簡単なもんじゃなくて、この住んでいる環境というものがおのずと作ってきたものを失っていくっていうのは大きなことだっていうことですね、まあ、古代においては一部まあ言われるほど大きくはなかったけど、中国、はい、が先輩であると思って、うんうん、まあ、日本人は割合謙虚だから、はい、中国文化を学んだり、はい、それからまあ明治維新以降はヨーロッパの方がいいんだなと思って、うんうんうん、ヨーロッパにかぶれたりと、はい、まあ、それは日本人のある意味ではいいとこだけど、うんうん、それで本体を失ってしまって、はい、まあ、現在日本は大変にその精神の病んだ人もいるしね、はい、まあ、そういう状態になったと、はい、それ一回ここで見直して、その中で特に片山さんが今まであのずっとやってきた体と、はい、それから心、はい、大体西洋医学、西洋の科学ってアホですからねあの心が病んでると心を治そうとしちゃうんです、はい、あ、そう、それは僕もそう思います、ね、はい、で体が悪いと体を治そうとしちゃう、はい、そうですね、食べ物も食べ物がまさかこんな心に関係ないと思って、うん、僕はいつも攻撃してんだけど、うん、キウイみたいな変なね、カタカナの、はいはいはい、ね、リンゴとみかん食べる、まあ、そういうこともあって、うん、それ全体が我々に非常に強いストレスを今与えてるわけですね、うん、そう、あとあの最近武田先生がよくおっしゃられる落語っていうのがね、はいはい、そうです、私の解釈ですけど、これは生命感だけじゃなくて、はいはい、その環境との落語もあるんだっていう、そうそう、もちろんありますね、そうですよね、はい、それはお釈迦様が言われた宇宙っていう、うんうん、まあ、お釈迦様の概念を僕が解釈すれば、うん、あ、お釈迦様の言ってる宇宙っていうのはいわば落語、うん、つまり我々は今自分一人で生きているとか、うんうん、自分考えてるのは我、うん、俺がこう考えてんだとかと思うけど、うんうんうん、実はそうじゃないと、はい、全体の中の部分として機能してるんだって、まあ、うん、今から2500年前に気がつかれたのが、うん、まあ、お釈迦様だってことですからね、うんうんうん、まあ、そうだと思いますか、はい、先日大工さんと話してたらですね、うん、やはりそのそこの土地の家を建てるのはそこの土地の木を使うのが一番いいと、はいはい、さらに南側の壁に持ってくる木は、はい、南側に生えてた木がいい、はいはい、北側の壁を作るのは、北側に生えてた、なるほどな、 そうですね、それが一番最もその長持ちする自然に家が保たれることであると、うん、そうですね、はい、僕らがその大工さんが言う私らが何かをするんじゃなくって、その自然条件のままを利用させてもらって
いるということをお聞きしてね、まあなるほどなと、そういうことなんだなと思いました。だからヨーロッパの合理主義というのは、あたかも合理的であり論理的であるように見えるけども、それはまあ最近の僕の言い方だったら大脳皮質で、まあ自分が生まれた時に真っ白で、ご両親がいくら英語ベラベラでも、その子供は英語単語一個も知らないと、そういう状態から25年ぐらい、勉強したり経験したりする中で、何が正しいかとか自分とは何かと思うと、だから大脳皮質で考える、つまりヨーロッパ的な考えっていうのは非常に浅はかなんですよね。でそれは、アジア的な考えであればですね、その大脳皮質とそれからまあ多細胞生物ができた後の5億5千万年の間のこの知恵というか、反応というか、それが入ってる伝統脳の両方の成果であると考えるのが、まあ、日本が一番それが進んだわけですよね。あの一つ今お話聞いてて思い出したのが、よく映画なんかを見てると、欧米でこんな、ソファーに乗って心理カウンセリングの場面がある、ドクターがいて、病んだ人がこうやりながら、ああだこうだ、あれ見てて私いつも違和感を感じる、何違和感を感じるのかというと、その人はもうすでに病んでるわけですよ、心が、その病んでる人に病んでる心で病んでることを考えさせるという手法、それは多分その病んでることに原因、その病んでる心に原因があるということでやってると思うんですけども、私はなぜ違和感を感じてるのかと自分なりに考えた時に、日本人は気晴らしっていうものを持ってて、よく近代で言うとウィンドショッピング、夫婦が喧嘩しました、ろくでもない亭主、あの野郎と思いながら、奥さんがそそくさとお化粧して着替えて、出て行ってデパートを巡るうちに、もう心はすっきりと晴れて、あなたお帰りなさいと、あれは有名なカウンセラーが何かをこうしました言いました聞きましたじゃなくって、結局環境場を変えて、ポンコツ頭で考えないで体を動かすことで、刺激を変えることで結果的に改善されてるわけですよね。そういったことっていうのを昔日本人も、日本人は気晴らしっていう言葉で気晴れとか、気晴らしっていう言葉を、素晴らしい言葉を持っててやってたのに、いつの間にかこうやってこうやってることが正しいのかなっていう風な人が、僕はね、その西洋風 その心理カウンセラーっていうのに、日本人の心理学者がいいと思ってるっていうかね、いいとも悪いと思ってないんですよ。要するにヨーロッパ進行でね、やってるからそれを利用してるってだけでね、でその人たちは本来日本のも、日本人の持ってるいろんなそういう気晴らしなりなんなり、そういったことを勉強して比較検討し、そしてある方法を作ったんじゃなくて、なんかヨーロッパのなんとかっていう名前の人があって、本がこうあるから、それ読んだらこう書いてあったから、でやるっていうふうにね、もう日本人の、脳が劣化しちゃったんですね、考える力を失って。だからその箱庭療法っていうじゃないですか、でも箱庭療法のこれが砂がどうだこうだっていうその論の前にですよ、考えずにこの指を動かしてこれを作っているという行為に目が向けられてないと私は思うんですよ。だからその辺がなんかこうトンチンカンだなとこう思う。で、そういうその心、体と心の結びつき、それで今のその例えば心で非常に悩んでたり、もうひどい人はもう死んだ方がいいやと思ってるような人が、ちょっと体動かせばいいっていうね、これは例えば近代的な精神学で研究してそれに到達した人が跡見頼子さんとおられるんですけどね、その人は東大生に非常に精神異常が多いと、でその発生状態をじっと見ると、朝起きて、ベッドの中でテレビをつける、それでついついテレビつけるとそれ見ちゃう、そういうのに多いと、いうことに気がついてですね、そして朝起きたらまず足の裏からしかね、細胞が目覚めない、で足の裏からしか細胞が目覚めないので、全然目覚めてない脳で考えようとするから気持ち悪くなって、
体と心がちぐはぐに動いてるでね。それでどうしたらいいかというと、まずベッドから起きたら、うん、まず何も考えず、見ずにですね、はい、カーテンを開けに行ったり、お茶を汲みに行ったりしてるうちにね、はいはいはい、足の裏が刺激されて、はいはい、足の裏からずっとこう細胞がこう、そうそう生きてきて、はいはい、それで頭に達する。その頃テレビつけたらいい。はい、それでね、それはまあ彼女はあの近代的なあの科学の手法なんで、必ずしもそれがいいと僕思ってないんですが、手法なので、ちゃんとなんか電極かなんかずっとあれして、朝起きた時にどういうふうに細胞が目覚めていくか、細胞代謝速度がどう進んでいくかっていうね、データを出したんです。それ僕今から30年ぐらい前に見た。そしたら足の裏からずっと来てるんですよ。だからね、それはまあ、ああなるほど、そうなんだなと思って、私もですね、あの一人で単身なんかで生活してる方が体の調子はいいのはね、あの家族とだったら眠たい時にお茶とかやったら出てきたりするでしょ。ところがあの自分ではそういかない、そうはいかない。だから起きたら必ず雨戸を開けて、お茶を沸かしてってやるとね、あれ女性があの長生きするのそういうこともあるかもしれない、ね、あの要するにご飯、昨日お邪魔させていただいて、ご飯夕食さ一緒にあの撮らせていただいて、その後私は歩いて帰った。そう、つまり人間がですね、人間がまだ近代文明があのこんなに車とかいろんなものがない時に、食べると次動かないといけないという条件があったわけですよ。それが今食べた後に動かなくてもいいっていう問題があって、それで病気を作り出してるっていうのね。いや、僕なんかいつも片山さんとね、ご一緒の時に歩かされるから嫌で嫌です、昨日は僕はもうタクシーだって、まあ誰かの車ね、だからまあ私は通常は田舎に暮らしてますから、本当に田舎に住んでるから健康なんですかっていうよりも、田舎に住んでると自分で順序立てて体を動かしていかないと次に進めないっていうか、だからいいんじゃないかなっていうね。だから今回オンラインでね、ちょっと懸念してるのはちょっとそこで向こうで動いてないのに、動けっていうのにオンラインかと。そうなんですよ、矛盾してじゃない、それが矛盾してるって言われそうなんで、ちょっと心配はしてるんですけど、だからパソコンの前に立つ場合には、ちゃんと付近を一周してこいと。そう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 。だからまあ、放送時間もなんか、食後はどうだとかな、で皆さん多分ですね、いつもライブ放送じゃないからバラバラにやられることになると思うんですよ。そうするとある人は夜中に見る、もうこちらは昼間に喋っている。そういったこの時間の差っていうのも出てきてね、いやこれ一回武田先生にちょっと早めに何か欠点見つけてもらっといた方がいいなと思って。僕は片山さんにアドバイスするとしたらね、今までの片山さんのやつを読むと、見るとね、やっぱりグズグズと喋られるんです。それがね、スパスパとなってたから。なるほど。そしたらなかなかね、聞いてるはね、真実に到達しにくい。ああなるほど、そういうことはあると思います、ね、それは注意します。今度勉強させていただきます。パキッパキッパキッといけ、ねだから皆さんお聞きになる方はね、片山さんの話聞かれる方はね、いやぐずぐず話してくるぞ、我慢して聞かなきゃと、そういう心がけが必要です。ちょっと言い訳させていただいていいですか。つまり言い訳なんかするからダメなんですよ。これ私授業でね、そのオンラインで言う時に、分かりましたかって私が問うた時に、決して分かったとは言わないでくれって言うんですよ。分かったような気がしてると言ってくれと。何も分かってないんだから、全部つながってるんだから、ただ思考で今分断して、便宜上分断してるだけだから、 あくまでも分かったような気してるんですよ。だからあえて言わせていただくなら、曖昧グズグズにしてる方がいいんだっていうことを言わんがためにやってるようなところもあるんですよ。だから曖昧で融通無下で臨機応変でいい加減で、こそが自然の中にあるんだっていうことをお伝えしないといけないんで、まあ、その辺はちょっとご勘弁いただいて、白黒と明確に出すような答えは僕は言わないっていうことは、まあ、一応ご了承していただきたいという、先生がよくおっしゃる宙ぶらりにしとくっていう、宙ぶらりな状態を作るのは、
一歩目ではできないということなんですよ。はいはいはい。ただ先生がおっしゃるように、そのそこを伝える技術がまだ僕にないんで、うん、先生だったらチューブラリンであることの良さっていうのを明確に言われるんでしょうけど、うん、私の場合まだ言葉とか頭がちょっと追いついてないんで、チューブラリンであることの必要性は解くけど、それを理解してもらおうと、理解していただこうとする手段が足りないとは自覚しております。わ、うん、はい、かりました、はい、でこれ次回から内容に入っていくということですね。はい、ぜひ。だからこのオンラインということをやって、まだ不手際はたくさんあると思うんですけども、まあこうやってやりますっていうことをまず武田先生にねご報告しといて、分かりました。でここから日本人、私なりの日本人としてのこう、まあ残された人生での仕事をさせていただこうかなというご報告で、頑張ってください。今後ともよろしくお願い、アドバイスよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は